ごい楽しみですね。なんといってもこんな憧れの方々と僕が演奏できるなんて夢にも思わなかったです。めちゃワクワクします、たくさん、ロックな演奏、いろんなステージでできることを楽しみにします。乗り越えなきゃいけないなんかいろいろ課題がやっぱありますけど、その辺をどんどん踏み倒して、はい、いこうかなと思います。あの坂本龍一さんとギターヒーロー2人まさかバンドをするようになったみたいなことは頑張ると同時に楽しみたいと思います。今回ほど何がどうなってどこに行くんでやろうかっていうのはさっぱりわからないところが楽しいし、きっと1年後には、ものすごいことになったんじゃないかなと思っております。